目の前で疑い合うのやめてもらって素敵なミュージシャンをお呼びしてアポカでは聞けない裏話をお二人が聞き出すこの番組、本日のゲストはこの方。はい、始まりました。はい、またゆるーく始まったね。何もね、聞かずにお越しいただいたということで、はい、ありがとうございます。はじめまして、はじめまして、昨年ははじめまして。そうですね、はじめましてです。富代さんははじめまして。僕は本当のはじめましてですね。お世話になってます。都人に来ていただきました。よろしくお願いします。今もうモノアイズが一番忙しいですね。まあそうですね、はい、うん、もういろいろもうバンド掛け持ちで、うん、すごい。今結局何、まあとりあえず乾杯しますか。まずは、ね、よくぞ。4バンドくらいやってます。そうですよね、はい、モノアイズに、モノアイズに、アートスクール、アートスクールで女性とユニットをやってて、はい、ロープスっていう、で、あとはクリプトシティっていう、まあ、ナンバーガールのベースの中尾健太郎と、あ、中尾さんとやってるの。はい、やってます、やってます。中尾さんは前お会いしましたけど、ね、本当ですか。サウンドメッセージでたまたま、ああ、なるほど、なるほど、ものすごいいい人なんで、ちょっとベース弾いてください言って、勝手に動画上げますね、はい、勝手に上がってますでも4バンドとかやってると休みとかないんじゃないですか。いやいやいや、そんなことはないですよ。自分もそのもう好きで趣味でやってるんで、うん、別にその仕事だ、うん、プライベートだって分けてるわけでもなく、うん、生活の一部として音楽があるみたいな。まあそうですね、息を吸うように、うん、全部が全部フル稼働ってわけでもない。あ、でもないですね、うん、でもたまたまフル稼働だった時とかがあったりしたんですけど、本当にその時は本当につらかったそれはなんかツアーとか。そうですね、ツアーがもう2、3本重なるみたいなことがあって、一回沖縄でレコーディングをしていて、うん、30分のフェスのために北海道にまで行って、でそのまま沖縄のレコーディングに戻るっていうのすごいことがあるんですけど、すごいピストやなそれ、すごかったです、ね、それ1日で、はい、もう行って30分ライブやって戻る。日帰り、日帰りだったような気がするんですけど、まあ、激しい、激しかったですね何やってんだろうどういう感じでその知り合ったんですか。出会いはローランドのね、共通の知り合い。あ、ですかね、うん、もう僕全然全然忘れてましたね、はい、理由として日暮れの、はい、ピエール中野くんがギター作ってもらったっていう話を聞いてマジでドラマーなのに作ってくれるのみたいな。そうそう、あの人はもう契約ガチガチですよ、うち。あ、本当ですないじゃないですか、あの基本的になんかこうガチガチにしてないじゃないですか、はい、あの人はもうあのダメですから、ダメ。他のギター使ってたら言ってくださいね、契約にしたんですから、はい、あのチンコロしますねそれを最初に噂で聞いたというか。そうですね、で共通のその知り合いを通じて、まあ、コンタクトを取って、でこんなギターでできるんですかみたいな感じで、多分ジャズマスターを作りたいみたいな。そうですね、最初、一番最初ジャズマスターでした。もともとなんか作りたいっていうのあったんですか。ギターはそうですね、作りたいのは自分が凝り性なもんですから、オークションとかでボディだけこう、材だけ買って、まあ、アッセンブリとかを全部自分の好みに取っ替えたりするのが好きだったんで、はいはいはい、結構弾くだけじゃなくて、あのいじるのメカニックの方が好きで、ね、はい、あのエフェクターとかも作ってますよね、はい、作ってます、それなんかすごかったですよ。もう作ったら絶対にもうあの即完売、ハンドメイドでそれを作って売られてる。そうですね、もう完全にハンドメイドだったですね。プロの方とかも結構使ってますよ、ガチガチに。もうやってないですか。 TK さんとかも作ってます。そうですね、 TK にも作ったことありますね、うん、今はもう売られてる。今もちょっと忙しくてやってなかったんですけど、最近ちょっとなんかやってくれって、ま、ファンは絶対ねファンならずとも普通に楽器店さんが、うん、あのできたらすぐに欲しいっていう。僕もあのこう知り合ったから取引先の楽器屋さんが戸高さんちょっとあのなんとかお願いできませんかね、使ってもらえるんだったらもう10個20個買いますから、うん、トタタさんに言ったら、うん、あ、まあ、今ちょっと無理かな本業じゃないんで、めんどくさい、うん、やりたい時にやるみたいなスタンスみたいなん で、 そうなんです。いっそのこと単価上げてやればいいじゃないですか。本当にそれだけ欲しい人が買ってくれればいいよみたいな、まあ、その辺がビジネスなんですけど自分がその、まあ、数万円で出してたものを、うん、オークションで何十万とかなってたりとかしたのを見て、本当にああ
って思うんですよね。これはダメだなと、うん、じゃあもう鼻から高くしていいし、ね、そうですね、その強気な値段設定する勇気みたいな。でもいいんじゃないですか、本業じゃないんで、そこで別にね、あのこれが売れなきゃ生活がとかないじゃないですか。別に意外とそういう方がな、あの儲かってしまうんですよね。僕でもあの性格的にその強気な値段設定をつけちゃったら、それに見合ったことをしたくなっちゃう人なんで、だから結果的にあんまりその利益っていうのを上げないタイプっていうか、売り値がこれぐらいになったら、もうここの素材これだったのをもうちょっとこのいいアップグレードしまくって結局コストだから、その性格なんですね。多分自分がそのユーザーだったんで、ユーザーの気持ちがまあ分かるっていうか。なんでだから、もう10円で仕入れたものを1万円で売ろうとかそんなことやってないよ。そんなコギの処分してないです。全てにおいてだから、なんていうかな、もうギターを弾くだけっていうことじゃなくて、こだわりが強い。そう、音楽そのものが大好きな人なんで、そうですね、はい、もう研究家に近いかな、なんだかんだで、もう何年になりますかね。いや、もう結構10年近いですよね。10年近いですよね。初めて1本作ってもらってから、作りました。そうですね、あの尼崎の工房まで行って、そうちゃんと来てくれて、で、すごい材から何からこう、あれはでも楽しかったですね。材をこうコンコンってやってこう、まあ、自分であの鳴りを聞いてみたいな、うん、はい、結構タッピングが嘘つかないんでね、うん、うん、あの鳴り方っていうのは結構だから、アコースティックギターとかってもうそのまんまやから、ちょっとハマり合えないですか。この人真面目な話してるみたいな。高山さんが嘘ついてもタッピングは嘘つかないんだなと思って。ああ、なるほどね。ジョーダンから初ですか、その時。その時が初めてだったですね。面白いなと思って、色とかも全部やっぱ指定して、うん、ね。同じ青でもね、ちょっとしたところで違うじゃないですか。退色したレイクプラシッドブルーみたいな、再現してくれみたいな。で、それはちょっとトリッキーな感じで、ジャズマスター真ん中にシングルコイルっていうのを入れてたんですよ。ストラトのそのセンターのミックスのポジションが結構好きで、それをちょっとジャズマスターにつけてみたらどうなるんだろうなと思って。シングル一発のハム一発、それジャズマスターって、はい、ジャズマスターのあのこういうあります、ね、うん、ピックアップあるじゃないですか、独特な、はい、あれがフロントとリアにあって、はい、フロントでそのセンターにストラトのシングルを、そういうことです。ジャズマスターってハムじゃないですね、あれはね、シングルなんです。平べったくて、あの大きく巻いてくるというか、しばらく使ってたんですけど、やっぱり普通にジャズマスターがいいなと思ってピックガードを作って真ん中のセンターを抜くっていう。だからあのピックガードを開けてみたらザグリが入ってる、ザグリが入ってる、まあ、そこで鳴りはちょっと変わるかもしれない。そうですね、あのこだわってるお客さんとかで、戸中さんファンはあのザグリを入れといてくれと、見えないけど、うん、その後にジャガー、ジャガーですね。そうですね、はい、割と変形というか、まあ一般的にはストラトとかレスポールがテレキャスあたりがあるじゃないですか。ストラトってやっぱりすごい万能なギターだと思うんですよね。ある意味も何でもできちゃうというか、うん、それがちょっとなんか自分にはちょっともうちょっと老後の楽しみに取っときたいなみたいな。ちょっと不自由なぐらいが、そうですね、ちょっと不自由なくらいが可愛いかなと思って、うん、ジャズマスターにしたんですけど最初。でその後もっと不自由な方がいいな。確かに扱いにくいですからね。扱いをつければにくいほどやっぱ出てくる音もやっぱちょっとソリッドで癖がありますから。僕も形すごい好きなんですけど、どうにもこうにもちょっと扱いにくくて。そうですよね。ルックスはもうズバリかっこいいと思うんですよ。確かに、あのメタル感みたいなものがなんですけど、まあ、ショートスケールであったりとか、ニューロフローなんじゃこの子みたいな、見た目と違うなみたいな感じもまた一つのジャガーの良さなんですけどね。それまでまあだから割とギターロックをやってて、でそこからちょっとパンクバンドを組むことになって、割とストレートなちょっとメロディックパンクバンドをやるみたいな。ボーカルギターがレスポールにマーシャルみたいな感じだったんです。ジャズマスターで臨んだんですけど、火力がやっぱり勝てない。これはやばいなということで、ヴィンテージのセミヴィンテージ、あ、まあ、でも70年だからヴィンテージかの SG を買ったんですよ。その SG を使ってたんですけど、あまりにも過酷なんで、ライブ、僕らライブハウスでライブするともう結露とかすごい、お客さんももうガンガンステージにライブしてくるんで、うんうん、ああちょっとこれ SG できないですかみたいな、うん、相談もらって今日持ってきていただいてますね。これがそうですね。あ、この前に緑色を作ったんですけど、ペルハムブルーですよね。ペルハムブルーがそれもまた退職した時の色の再現みたいな。今メインで使ってるのはこれですね。緑の後にこれ、そう、色違いっちゃ色違いなんですけど、仕様は一緒。
うん、まあ個体差も気持ちありますからね、うん、これはボディはこれね、実はパッと見分かりにくいんですけど、トップにメープルを貼ってるんですよ。普通の SG はこの1枚でマホガニー、マホガニーネックみたいな感じなんですけど、これマホガニーにメープルをトップで貼って少しパリッとさせてるというか、これ塗装がすごい薄そうです、ね、これ塗装薄いです、シンラカそうですね、うん、指でピーってやったら本当に剥がれるぐらいですね、はい、薄の味になって、これももう結構ずっと使ってますよね。あと特徴的なのがこのね、ああそうです、バイブローラーって言って、ここ本当はあのこのこれが付いてるやつはアームが付いてるんですよ。そうですよね、うん、アームがあのヴィンテージの僕のその SG 付いてて、うん、もう前にかがんだだけでチューニングが来るんで、うん、気がめちゃくちゃ悪くて、うん、でもかっこいいじゃないですかこれ付いてると、うん、見た目的なもので、なのでこれは実はバイブローラーのところを切ってるんですよ、うん、後ろだけ。そうなんです、これだからあのなんちゃってになってるんですよ、見た目のためにつけてます。でも SG ってヘッド落ちって言ってこう、うんうん、ヘッド重いんでこうボディ軽いんでこうなっちゃうんですけど、まあ、それ防止にもなるし、あ確かに重さがある程度、うん、あとやっぱそのここに引っ付けてるんで、うん、こうした時にここもちゃんと振動してるんですよ、本当だ、だ音は共振するっていう独特な音になってます。ネックはあのそのヴィンテージ持たれてたやつにできるだけ合わせるようにっていうのでカスタムしてみたいな。黒に別光って渋いですよね。で意外とないんですよね、あのギブソンタイプだと。僕結構ギターの好みが戸高さんと近い気がする。す今までの変遷とか聞くと、うんうん、あの別光僕も大好きだし、うん、SG も好きだし、ジャガーとかもすごい、僕もサゴでオーダーしてるんですけど、はい、ジャガーをもう相談、そう、ね、話題には上がってます、まあ、結局しなかったんですけど、まあでも彼の場合別光が好きなのはあのほんまの別光が欲しいんやろな彼ならあるからねどういうキャラに仕立てたいんですか結局どういうギターをオーダーしたんですか。あちょっといいですか、僕のあれコーナーでもないですけどこれ僕のおう、あテレキャスタイプな一本目のストレートやったんですよ。すごいこれ何ですっけ。これ、ね、スポルテッドメープル。あの最初に高山さんが持ってきたのはちょっと気に入らんっつって気に入らん言うて、もう安そうだ安そうだと金ならある余裕だろと。すごいですね、綺麗じゃないですか。いやめちゃくちゃ綺麗ですね、ゴールドパーツで、うん、でちょっとフレームも実は入ってるんです。うわ本当だ、それはもうある種なりきんギターですね。なるほど。こういうその木本来 の、はい、そのナチュラルな模様っていうか、うんうん、いいですね。なんかまあそんなんでまた一回作りますか。いくらでも作ってるくださいね、うん、新しいトディモデルができそうですね。あそうですね。今ちょっと新しく作ってもらおうかなと思って。お、うん、実は。これはまだあれですか。まあ、楽しみに添えてもらったらっていうのが、やっぱりね、もう問い合わせ多いんですよ、この SG の、うんうん。なんですけど、やっぱキッズには高いと。で、うちのシードブランドから、いよいよ来年、発売しようかなという計画を、はい、この前もお話してて、まあ、それも、同時なんか発表できたらいいですよね、うん、シードをちょっと知らない方のために説明すると、サゴっていうのがフルオーダー のモデルで、シードっていうのはちょっとあの素材とかあのを、まあ、リーズナブルなものにして、そう、手の届きやすい価格帯にしたものがシードというものです、うん、っていうのを本来自分で説明するべきなんですけど、そうエントリーモデルにありまして、海外の生産でお願いしてコストを、ちょっと抑えて、はい、で10万円以下でご提供できるっていうモデルになってます。それが出ると、はい、もうこれがいよいよ楽しみですね。満を持してというかね、この楽器が売れないこの昨今ね、昨今の満を持してじゃないんですか。満を持してですよ、本当に。って言った？万を持してって言わなかったですか？満を持してって言ったよ。あ、言った。一応直しとこうかな。目の前で疑い合うのやめてます。初恋が言ったやつとか別に言ったことないですよね。ないですね。ファンはね、意外とそれとも聞きたい。なるほど。高山さんの初恋を抱きたいみたいな。一回なんかこの向こう見てもらいたいなっていうね。まあ、ありますよね。大事なことじゃないですか。ないですか。でもそれまあないんですけど、高山さんの価値観にその一生懸命寄ろうとしたんですけど、ダメだったですね。この番組はサゴニューマテリアルギターズと富吉ミュージックスクールでお送りしました。